た来た。うわ、おいしそう。よいしょよいしょ。やばいやばい、めっちゃいい匂い。いい匂いしてるね。中野さんって、うん、チーム辞めてからどんなことするんですか。どうも、会社子です。どうも、トウジです。トークです。ほさーやはじゃあ、さあ、今日なんですけども、うん、トウジ、コジサックで中野くんの家にお泊まり企画。嬉しそうだね。やっと来たな、うん、そうなんですよ、うん、まあこれ結構前になるかもしれないんですけども、はいはい、出したのがね、うん、中野くんの卒業動画があったじゃないですか、うん、それの後半で、まあ、開作ファミリーが出てきた時にまあちょっとお涙なね、うん、シーンがあったと思うんですけども、うん、まあ、だいぶ寂しかったんだよね、うん、そっから結構時間は経ってたりするんですが、うん、その撮影終わりとかに泊まりに行きたいってずっと言ってたんですよね、うん、で中野くんもぜひぜひみたいな感じで、はい、じゃあせっかくだったら視聴者さん的にも、まあ、中野くん久々に見れるし、うん、ちょっと動画にするのどうかなって話してたら、うん、まあ、みんなが全然それで行きましょうみたいなことになってくれたんで、うん、中野くんがね、うん、今回お泊りするということでございます。いいね。あー、あとパパ、ポジさ、その動画さ、うん、やった時の次の日にめっちゃ朝号泣したんだ、うん、で、号泣しながらご飯食べたそうそうなんだよな。学校で朝起きて、うん、でもまだ前日のそれが引きずってて、ね、泣いてて、泣きながらご飯と味噌汁すすってて、まあ学校は頑張って行ったんだけどな、それぐらい悲しかったんだよね、うん、でも今はもうね、うん、時間も経ってて元気になってるということで、はい、でも楽しみなんだよね。楽しみです。どうしてそもそも泊まりに行きたかったの、うん、やっぱりまあその中野さんがチームに抜けて、うん、やっぱ寂しいっていう気持ちが一番かな。まあね、うんうん、だから寂しいし、うん、であとはまた会いたいっていう気持ちがすごく強かったから、はいはい、泊まりたいなと思いました。なるほどね、うん、あと本心を俺が言うと、はい、ゲームやりたい方だよ。俺もでかいやろ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけめっちゃでかい。まあそういう日があってもいいでしょうけどね。コジ、はい、はどう、なんで中尾さんはね、最初から大好きだったから、うんうん、あのまずめっちゃ会いたかったの、うん、あとは中尾さんとフォートナイトも一緒にできるし、そう、もう始めてるからね、うんうん、あとはあれ、フレンドになって一緒にできるからめっちゃ嬉しい、うん、嬉しいってことなんだよな、うん、しかもやっぱりこの年頃ってお泊まりってすごく楽しいことだったりするから、ね、精一杯楽しんできて、うん、もうこっから先はパパいないから、はい、中野くんの家の前の玄関で当時がカメラ回すよ。すごいし、ね、ちょっと任して。ほんで中野くんにもちょっとカメラ回しといてもらって、はいはい、良きように、うん、あとはなんかご飯一緒に作ったりとかさ、うん、ゲームやったりとか、うん、もう楽しんできてよ。いいじゃんね、本当にガチ泊まりやから、もうめちゃくちゃ楽しむよ。めちゃくちゃ楽しんできて、うん、あとは自由に何も気を使わなくていいから、はい、いい思い出を、いい思い出を、めちゃくちゃいい思い出を作ってください、うん、はい、それではいきますか、はい、中野くんよろしくねというわけで本日もせーのお願いします。はい、マッチョ久しぶり。イエーイ。どうも、中野です。今日はですね、トウジとコジが泊まりに来てくれるということで、私、今めちゃくちゃテンションが上がっております。ありがとうございます。いやーね、やっぱりこうやって2人が中野さん家に泊まりに行きたいなんて言ってくれるっていうのがめちゃくちゃ嬉しくてね、本当にもうワクワクしております。ほんとね、もう間もなく二人到着するということなので、楽しみにその到着を待ちたいと思います。はいはいはい、ちょっと久々なんでね、ちょっとねそわそわしてますけど、はい、来るか来るか。さあ、ということで中野さんの家に来ました。やっと来れたね、うん、ね。じゃあ今から中野さんの家に入りたいと思います。はい、じゃあコジ開けてくれる？取っとくから。あ、ピンポン。うん、お、来た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 。ちょっと出てみましょう。はい、久しぶりです。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。ようこそ。よし、入ろうか。来た来た来た、二人が来ました。お久しぶりです。久しぶりね、二人。お久しぶりです。ようこそようこそ。ありがとうございます。じゃあちょっとね、ごめん、ちょっと狭いけど。あ、大丈夫です。大丈夫。おー、すごい。ありがとうね、二人、今日来てくれて。はい、トウジとコジが来てくれました。ありがとうございます。いや、嬉しいよ、めちゃくちゃ、はい、いや、なんかコジがなんかすごい
大人になっちゃったなんかびっくりしてるわなんかもうなんかどうしたのなんかいつもの元気がちょっとあれ嬉しい嬉しい嬉しいあよかったいやめちゃくちゃ嬉しいよ中野さんはい元気にしてた2人ともあ元気ですどうなの当時高校夏休みここ楽しいですよ夏休み青春謳歌してるはい、はい、してますいいねいいな、はい、高校の頃戻りたいわ中野さんはい小島夏休みだもんねうんなんか習い事とかいろいろやってんの塾うんなんかいろいろやってた確かに小島いっぱいやってんもんな、うん、いいね2人とも、うんで、はい、ちょっと早速、はい、2人やっぱりもうお腹減ってるっていうことだったんで、はい、ちょっと前にね、はい、何晩ご飯いいってなって相談したら、はい、もんじゃ焼き食べたいっていうことだったんであーそうですねそうちょっとしっかりその具材とか用意したんでこれからちょっと3人で手分けして作っていきたいと思いますはいはいじゃあね、この食材を今からちょっとカットしてもらうんだけど、はい、じゃあ切っちゃいますカットは当時にはい、やっちゃいますね気をつけてやっちゃってはい、じゃあまず千切りしちゃいますねうんあ、いいえ、スムーズでいいね気をつけてねって朝ごはんとかも作ってるんであ、もう慣れたもんだ明日朝ごはん僕作っちゃおうかなってあ、マジはい当時の朝ごはん食べれんのはい最高ね、何にしますなんかホットサンドはいのあのメーカーがあるからちょっとそれをちょっと作ろうかなと思ったんだけど、はい、ああわかりましたえそれもしかして当時できたりするの任しちゃってくださいよ最高だなもう明日の朝そこにあれっすね目玉焼きとかいいねほんと手際がいいねめちゃくちゃちょっとここだけ太く切っちゃいますようん全然それをもうさらにもうザク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 こうもんじゃ焼きで食べるサイズになるほどチャーハンとかも2作ったりしてね、いつも作ってるもんなチャーハンこのチャーハンもそういうあのネギとか切ってやってはいそうですすごいね料理男子まあそういうことになるんですかね簡単なもうご飯だったらもうどんどん作れちゃう簡単なご飯だったらいくらでもできますよ例えば僕カレーも作りますしオムレツもできますしすごいねオムレツできんだはいあとオムライスもできるええこれくらいでいいですか？もっちょですか？ん？もうこれはね、もう正直好みでいいよどうする？コジこんくらいでいいこんくらいでいいこのバットの中に入れちゃってください、はい、兄に一つでかいやつがいいよいいよまあそれもね、ご愛嬌ということで、はい、まあここはもうちゃんと除菌してるんでねそうそこはもう大丈夫手も洗ってるんで、はいうん、というわけで野菜完了、はい、キャベツ完了で了す、ね、じゃあ次は次はもう豚肉か、もうこのイカはい、はい、あ、じゃあイカ切っちゃいましょうかイカなんだ、タコかと思ってたイカなんだよ、いいね、豪快豪快だないやじゃあまずこいつ切っちゃおうかうんこれくらいがいいんじゃないかなっていういいんじゃない、うん、こういう長いのとかは半分に切っちゃって、うん、あ、いいじゃん、いいじゃんこれもまあもうざく切りでねはいこれ切るの気持ちいいね、音気持ちいい、ね、確かにザクいいじゃんいいじゃん、うん、もしもんじゃ焼き終わってもちろんお腹空いてたりしたら、うん、鉄板焼きとかいいんじゃないですか、うん、いいねなんか確かにあとあれたまにね個人にさ、うん、できましたイカもありがとうはいイカもできたんで個人に、はい、アニメの料理とかを作ってくれるから時々アニメで出てきたやつはいこの前サンジのピラフ作ってそうあの銀に食べさせたやつあそうですそうですあそんな作れるんだ作れますよすごいねレシピ載ってたんで、うん、そのレシピ調べてやったら、うん、うまくいったんすよねあお母さんにもうまいって言われたあるんだレシピが、はい、エビもいっちゃいましょう、はい、海鮮ちょっと今回やっちゃいますね、うん、エビ切るそのままでいっかエビはじゃあそのままでいっちゃいます、はい、ちょっとこう汚いんで一回洗いますはいじゃあ豪快いっちゃいますよいっちゃっていやー豪快だなもうよしこれ豚バラ肉ってやつですね豚バラ肉、まあ、今回食べるのは3人だからねもう豪快にいっちゃおうもういっちゃいますじゃあうんじゃあもうこんなもんでいいかいいねいいねふっおいしょ男飯って感じがしていいじゃんそうっすねいいここはあんま切れてないほんとだ言った通りだったないいねナイス指摘じゃんコジもコジも最近料理興味あるんでしょ興味あるいいねカジサック家の
男子チームはみんな料理が上手で、はい、すごいじゃん。で、前ね、うん、センちゃんが見てね、うん、センちゃん食べたいって言って、うん、食べさせたら、おいしいって言ってた、うん、作ってあげたんだ。でも、ある程度いけたかな。そうですね、大体はいけましたね、うん。じゃあ今からもうカットが終了したんで、はい、次、もんじゃ焼きの液ね、あれを作っていきたいんで、はいはい、次はちょっと当時じゃなくて個人にやってもらいたいと思います。はい、それではちょっとね、今からこの容器にね、個人にもんじゃの液を作ってもらいたいんですけど、はいはい、まずこの小麦粉ね、はい、これを 20g 測ってお願いします。こちらの入れちゃってください。これね、どうだ。あー、いいよいいよ、ナイス、オッケー、 20g できました。はい、じゃあ次、この天かすね、はい、天かすを 30g 入れちゃってください。いいよ、もう袋ごといっちゃって。32になっちゃう。まあいいや、もうちょい、まあいいんじゃない、2g ぐらい。オッケー、これくらい、うん。続いて、はい、このウスターソースを 30g 入れちゃってください。はい、ウスターソースがもう、やばいよね、間違ったら。いや、まあでもちょっとぐらい大丈夫だよ。いいよいいよいいよ、オッケー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 。1g 差だから、まあいいでしょ。全然全然。1g だから。まあね。こんなの誤差だから、はい、1g、 はい、はい、じゃあ次が、続いて、はい、このね、水ですよね。水、これ 250cc、 ここは2にやろうか。 250cc、 わかんないでしょ。え、わかるよ。じゃあどこ、 250cc は、うん、そう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 、できる、重いけど、うん、2に締めてこれ。いいよ、お願いします。トコ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 なんか、すごい、うん、中が中がすごい、なんかしっかり混ざってるね。どれくらい混ぜればいいんですか。でも、そんなもんでいいと思うよ。あ、ウスターソースの匂いがめっちゃすごい。来てる。これがもう味の、もう味は本当ウスターソースぐらいしかないから。いい感じじゃないですか。ありがとう。じゃあ、今からもう焼きの作業に入って、そうですね、焼きやっちゃいますか。はい、大さじ1くらいなんで、そうそうそう、こんぐらい、これくらいか、いい感じじゃない、ちょいか、これくらいか、いいいいいい。じゃあそれを2人でね、はい、気をつけて伸ばしてね、手、こいつの手、プレートにつかないように。これパパたち今見てるかな。見てんじゃない、もうこれを。ママだったらこう言ってると思う。あ、こうやってなんか縦とかに引き伸ばしておけば、うん、多分大体いい気がするんだけど、まあ大体ね、大体もう引き伸ばしたら大丈夫だと思います。大丈夫かも。 OK、 いいんじゃない。じゃあ入れちゃいますよ。したらキャベツいってください。いっちゃいますよ、うん、よいしょ。おー、いい音する、いい音鳴ってる。コジもいっちゃって、よいしょ。手だけほんと気をつけてね、はい、手だけ。やけどには注意、うん、じゃあ次これ半分入れちゃいますよ。そう、あ、やべ、半分だからこれくらいか、そんぐらいかな。じゃあ次これも半分入れちゃいます。半分入れたって、いきますよ、うん、よいしょ、はい、よいしょ、はい。じゃあ湯も半分入れちゃいますよ。湯も、ね、入れちゃって、イエイイエイ、よいしょ、はい、混ぜなきゃ。そうだ、気をつけてその部屋でね、はい、火を焼かないように具材だけ焼いちゃってください。あ、待って、ベビースターラーメンも入れなきゃ。あ、そうだそうだ、ポジはゆっくり混ぜちゃっていいよ。ポジは混ぜちゃって、うん、うわー、なんかめちゃくちゃうまそうな匂いしてた。そうっすね、うん、腹減った、腹減っちゃいましたね、これ。ベビースターラーメンの匂いもするんですか。
そりゃいい匂いするね。最高じゃないですか。最高最高。いいね。今これがしんなり、できるまで焼けたので、いいね。今ちょっとこれドーナツ状に円を作っていきます。お願いします。これを、確か、土手って言うんですよね。土手、そうそうそう、土手ね。土手ね。土手ね。ちょっとコジもちょっと土手作っちゃって、手当てして、トウジと、はい、土手作って、あ、いい感じだね。やってる。もうさっきからもうね、匂いがなんかもう、この部屋中にもうこのもんじゃの匂いが満充満してます、ね、充満してるね。いや、コジ、もんじゃ最高だな。最高。よかったわ。なんか、本当に一緒にこうやって食べれるのが幸せですわ。いや、こっちもよ、ほんと。マジっすか、うん、いや、ほんとに中野さん、中野さんと一緒にいるのが、うん、幸せなんで。チーズ入れたら、うん、違う、まだだよ。じゃあ入れちゃいますよ。お、行く、いっちゃいます、行きます。はい。うわぁ、豪快にいったな。よし、これは待つんでしたっけ。そう、なんかふつふつするまで待って、はい、これだけ、ちょっと、そう、混ぜちゃう。いや、グツグツするまでだから待つ。そう、どうすかね。この真ん中がもうちょっとかな。はい。でももうすぐだと思う。あ、いっちゃう。グツグツしてきた。いっちゃう。グツグツしてきた。じゃあ二人で広げちゃいますよ。いい感じにもう混ぜちゃって、手だけ気をつけてね。はい。ね、多分これね、広げた、広げれば広げるほどうまいよ。確かに、もう匂いがすごいね。いや、もんじゃっすね。完全にもんじゃだ。ウスターソースが効いてるっすね。確かに。やっぱこう手分けして作るってちょうどいいね、このもんじゃ。そうですね。うん。あ、でもいい感じの色になってきた。そうですね、もうちょい混ぜようか。うん、もうちょい混ぜて。腹減ってきた。腹減りましたね。あ、もうここもんじゃじゃん。どんぐらいチーズ入れる？いつ？待って、まだまだまだ。伸ばそう、ね、伸ばそう。一回ここ伸ばしちゃいますね。うん。もんじゃ好きっすか？好きだね、こういう粉物。好きなんですね。うん。今回さ、コジがもんじゃやりたいって言ったんですよ、うん、実は。そうなんだ。なんでコジが、コジは最高、ナイス。コジリクエスト、ナイスだね。あとこれ、ちょっと食べてみる。もういける？どう？グッド。最高。もうできてんだ。いいね。今からあれか、チーズ。はい。二人はあれはどうする？はい。青のりは入れちゃいます、僕は。入れちゃうか。入れちゃう。うん。いいよ。ニニ。いいよ。チーズどうさーん。どうさーん。豪快にいっちゃうよ。いきますよ。いっちゃいっちゃい。いきますよ。はい、どうさーん。おーい。どうさーん。豪快だな。チーズで固まったりし。いいね、いいね。じゃあちょっともうちょいだけ食べていいですか。うん。いや、これもう相当もう、これチーズもんじゃだよ、そうですね、これ。すごいことになってる。これは絶対うまいな。二人ともチーズ好きだっけ。チーズ大好きです、僕は。いいね。コジも大好き。いいね。じゃあちょっとチーズが行き渡るようにもうちょい混ぜる、うん、もうちょい行くか。いや、いや最高。うわぁ、うわぁ、うん、あの店でやる。オッケー。当時の本格的。お、チーズが混ざってきた。すごっ。うわ、美味しそう。よいしょ、よいしょ。やばいやばい。めっちゃいい匂い。いい匂いしてるね。どうよこれ。うわ、もうチーズ焼きやんこれ。チーズ焼きっすね。すごいな。もうチーズがこんだけしかない。やべえ、もう一陣作るからね。うん、だけどチーズがやったな、ね、もうちょいチーズあれだな、多めで買っといてよかったな。はい、どう当時、いいんじゃないですか。そうそう、いやでもおこげがついた頃が美味しいんですよね、うん、だから待つか、うん、伸ばして。そうだね、ちょっとじゃあちょっと周りに広げちゃいますね。うん、広げちゃって。いやめっちゃいい匂い。チーズの匂いがすごいな。これ見てくださいよ、うん、うわやば、最高っすよ。このまま食べれる。うん、もういいんじゃないですか。行く、はい、じゃあいっちゃいます。青森行っちゃう。はい、青のり、青のりいっちゃいます。いきます。熱々。おー、うわ、一気にもんじゃっぽくなってきたね。じゃあこれで僕らのもんじゃの完成でーす。イエーイ、ナイス。はい、ということでね。いいね。実は、うん、ね、青のりもかけて、で、ここから今ちょっと温めたんですけど、うん、最高じゃないですか。最高。
これはやばいね、当時。見てください、このグツグツ。見てるかな、あ、見えてるね。見えてるかな。うわ、ちょっと早く食べたいな。食べたいですね、食べちゃいますもん。温度を、はい、当時にお願いしてもいい。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、わさん、はい、いただきます。いきましょう。じゃあ、いや、もう好きにいっちゃっても。うわー、いっさやばさ、お願いしめ。当時もうまそう。いいね、いいね。あ、しっかりなんか おこげみたいなのできてるね、はい、じゃあ、まず僕いただきます。いっちゃって。めちゃくちゃうまいくよ、これ。マジで。え、なんか、うん、味がちゃんとしっかりしてます。しっかりしてる。チーズのとろみが最高っす。それね、まあ、あんだけもう、もう豪快に入れたもんね、チーズ。はい、じゃあ、コジもいっちゃってよ。でも、いきます。うん、はい、いただきます。どうですか。グッド。熱すぎた。熱すぎたけど、美味しい。うん、よかったよかったよかった。ちょっと中野さんも食べよう。いや、マジでうまいんですよ、これ。いただきます。うん、おかしい。うまっ。熱いね、いっすよね。でも、いや、でも熱い方がうまいっすよ。確かに、あ、当時の言う通り、このチーズがいいわ。いいかもね。うん、いい。ちょっとこれ無言になっちゃうから。いや、もうね、本当に無言になっちゃうくらいうまいんですよ、うん、このもんじゃって。皆さんにも作ってほしいです。確かに。はい、え、当時結構もんじゃ行くの。友達と、うん、もんじゃは行きますね。うん、で、あ、そうなんだ。はい、で、毎回明太チーズもんじゃっていうやつを食べてる。あ、明太子もいいんか。はい、確かに今回入ってないけど、こう今回はね、豚肉とマシーフードでミックスもんじゃないんですけど。いや、もうエビがパーフェクト。あ、いい。はい、本当にエビプリプリで、いいね、最高っすね。はいはい、じゃあちょっと食べ進めていきますか。はい、はい、せーのがさん、はい、ごちそうさまでした。はい、どうだった。めちゃくちゃうまかったっす。いや、やばかったな。はい、これ実はこの止めてから2週目もな、はい、行ってあっという間にもう食べ終わったっていう感じで。はい、いやー、コジはどうやった。美味しかった。めっちゃ美味しかった。よかったよかった。じゃあこれから今ちょっと片付けてゲームでもしますか。はい、それで楽しみましょう。はい、はい、ちょっとマリオパーティーをやろうっつって、ちょっと対戦ゲームを選んだんですよ。で、ちょっと、中野さん、はい、なんせちょっとお願いがあるんですけど、これ勝ったら、はい、アイスをおごってくださいよ。いや、そんなんで、ね、中野さん負けるわけないから。あ、3回やって、当時かコジが2回勝ったら、うん、勝ってくださいよ。もちろんもちろん、それでじゃあやっていく。いや、有利なの選びます。じゃあ、どっちが有利なの選びます。いや、そんなもう全然、中野さんは何でも勝つからいい。ああ、じゃあこれで多分めちゃくちゃ CP 達人にしちゃいますね。これあのめちゃくちゃ不利なやつです、一人が。あ、これあれか、当時か。はい、あ、これ勝った。うわ、うまっ。いや、これ簡単っすよ、僕からしたら。なるほど。これどっちかというと3人の方が有利なの。そうっすね。これ一発勝負だもんね。一発勝負っす。そう。え、もう終わり。終わりっす。うわ、いえ、もう終わり。はい、嘘でしょ。もう一回やります。え、でもこれでもう一回負けたらもう2勝。あ、そうっす、終わりってことでしょ。そうっす。じゃあこれも別のやろう。はい、終わりました。別ので、コジが得意そうなやつ。あ、じゃあこれ4人体制の中で多分コジこれが一番得意なんじゃないですか。発掘ハッスル。 CP が勝ったらどうっす。あ、これ全員あれなんだ。はい、単独なんだ。なるほどね。これは、型に合わせてですね。器用な人がめっちゃ得意っすね。なるほど。これは勝つわ。どっちかに負けたら終わりってことでしょ。終わりっすね。やばい。やばい、めっちゃずれた。やばい。これで構えても終わる。
やばい、終わったどうだこれ、勝ったろどうえ何あれわぁ、CP が勝った危ねぇCP 強すぎないでちょっといや、一回パーフェクト出したんでわ悔しいなちょっと肩書いてやります肩書いてもう一回やろうはいちょっと CP はね、ないわ CPU 初はねやべやべ、めちゃくちゃずれてるうえいあれ、うわ、見えない、やべやべはい、これ来ました。僕の勝ちっすね。うわ、当時うまやばい。やべ、CP 勝て。CP 勝ってくれ。うえぇCP 強。うますぎますね、CP が。普通に勝ちちょっとこれ、ま、もう一回ちょっと CP 来そうだから。ちょっと行きましょうか。もう一回行く？なんかむずそう。どうなる？めちゃくちゃ下手だな中野さん。やべえ、アイスが。ああ終わった。最悪、これも絶対CPだ。どうなる？いや、これ僕途中でミスっちゃったんで。ああ同点だ。お！え？ってことはこれ？どうなのこれ？同率1位？はい。今日勝ちじゃないですかこれ。はいはい。勝ちなんじゃないですか？めちゃくちゃあってなく終わったな。あれ？もうちょっとする？そういうじゃあラスト一回もう一回ちょっと泣きの一回。あサドンデスやりますじゃあ、うん。もしこれで負けたらもうお菓子もいっぱい買うわ。お。わかりました。コジがなんかない？好きなやつ。やりたい。ビリキューコースター。これ1V1なんで。わお。コジ対中野さんでいいんじゃないですかやるか、コジこれで勝ったらお頑張ってください勝つぞコ何してんのコウェ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 何やってんねん下下下下左左で、右右右右右そう、下下下下下下下何しんあああえどうなったコジの勝ちですコジ勝ったのちょっと強ない、はいいや、ってことはお菓子とアイスゲットそう最後にうん、僕とコジでやっていいですかこれもちろんもちろんいや今のね普通に勝ったと思ったわやるコジじゃん、うん、本気でじゃあちょっとこれ頂上決戦最後お願いしますあれ面白いねこれねどうなる最悪どうだあ、これ勝った勝ったあ、負けたあ、確かに当時早っ早っはいはいっていうね、兄の意地を兄の意地を見せるはい、はい、ということでねまあ、こんなもんで終わりですねじゃあちょっとアイスと、ね、アイスとお菓子買いに行って買いに行きましょうかみんなで食べるかはいはいはい、というわけで、はい、たくさんお菓子、アイスもね、いっぱい買ってまいりました、はい、じゃあちょっと僕はスイカバーでスイカバーね、はい、いいね、夏の文字は新しい味そうのね、新しい味そうの、うん、ラムネに美味しそうだね僕はね、パピコにしましたじゃあ食べていきますかはいいやー、ほんとあっけなく負け一生もすることなく負けたもんな。逆勝でした。
強いな、やっぱゲーム。じゃ食べていきましょう。いただきます。うまっ。うん、うまい。あ、うまっ。いいね、アイスね。うん、こちらそのラムネの新しいやつどうすか。うますぎ。いただきました。久しぶりにうますぎホットヒーヒーみたいな。あ、おいしいホットヒーヒー出るか。おいしいホットヒーヒー出ました。ありがとうございます。懐かしい。いやでもしっかりやっぱ声出てるな。うん、うまいね。あ、なんかそれは懐かしいな。出た。あれ、うまいねだけ。これ、おいしさ、えぐいね。もうみんなもう懐かしい気持ちになってんじゃない今見てる人。最新はなんかあんの？最新はあんまないかも。うん、でも一番使ってるのがホイサーだね。ホイサーはね、もう個人の代名詞みたいなところあるから。中野さんって、うん、チーム辞めてからどんなことするんですか。うん、確かにね。サブチャンネルで言ったんだけど、はい、ちょっとキャンプとサウナを宿に、はい、ちょっと日本一周の旅をしようかなと。いいじゃないですか。いいでしょう。はい、やってみたいなっていう夢っすね。なんかあるやん、面白そうだなっていうの、はい、ちょっとそれをそのやっていこうかなっていう。はい、北海道とかも行くの。行くよ。沖縄も行く。東京から始めるんですか。そう、東京から始めて北に上がっていく感じかな。その東北方面に行って北海道行ってまた下ってくるみたいな。インスタとかでその様子投稿しながらやっていこうかなと思って。アウトドアをちょっと極めていこうかな。いいと思います。ありがとう。はい、2人はなんかアウトドアとかは。釣りが好きやよね。あ、釣り好きなの。はい、行ったりしてんの。そうくんと一回行って好きになりましたね。中野さんと釣り行きたいわ今度。いや、行きたいね。うん、キャンプとサウナですね。そうそうそう。え、じゃあお風呂とかも入るってことですか。サウナで。サウナでも入るし、キャンプ場にもだいたいそのシャワーとかはあるから、まあそういうのでもう宿にしながら。いいっすね、そういうのできるっていうのは。ありがとう。日本一周の旅帰ってきたら多分キャンプとかも、うん、もっともっと多分上達してると思うんです。そうですね。だから釣りもそうだけど、やっぱキャンプとかもぜひぜひね、一緒に行けたら楽しいなっていう、うん、そうですね、思うわね、コジ。うん、コジは今このラムネ味がね、それ美味しい。美味しいから、うん、でも頑張ってほしいです。ありがとう、マジで。うん、そこで成功すれば、また人生変わると思うし、うん、ありがとうございます。あとは、まあ、うん、そのチーム辞めたのも人生の一つのチャレンジだとは思うので、うんうんうん、そのチャレンジをどういう風に生かすかが多分大事なので。確かにな。はい、そこの決心をつけたことはすごいと思うんですけど、うんうん、そこからどうしていって、それで日本一周してからどうするのかっていうのも考えたらもっといいんじゃないかなって思いましたね。うんうん、ありがとう。確かにね、こう辞めてこうチャンスっていう、はい、なってたんだったらね、もうちゃんとねやりきらないと。そうですね、ちゃんとやりきった方がいいと思います。うん、夢に向かって走る姿がかっこいいと思うんで。ありがとう。本当に頑張ってください。ありがとう、当時、はい、もしかしたらその日本一周してる時にパパたちがやってる47都道府県で会うかもしれないです、ね、確かにね、ちょうど被ったりしたら面白いと思う。そうですね、なんで、うん、頑張ってください。ありがとう。はい、頑張るわ。夢に向かってね。うん、ちょっと勇気出たわ。はい、ありがとう。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。ちょっとこのままね、もうね、食べていこうかなと思います。ます、はい。まあ、お菓子パーティーも終わって、はい、もうね、結構いい時間なんでお風呂入ってね、はい、もう寝る準備をしようということで、じゃあ2人ちょっと
お風呂入ってきてください。はい。はい。というわけで、2人、はい、このままね、もう今日はたくさんも遊んだんで、もう就寝ということで、2人にはちょっとベッドで寝てもらおうと思います。はい。ちょっと中野さんいつもね、こっちのソファーで、1人の時もソファーで寝てるんで、中野さんはこっちで1人で寝たいと思います。はい。それでは2人とも、明日の朝また起きて朝飯食べましょう。はい。じゃあ今日はおやすみ。おやすみなさい。おやすみ。二人ともぐっすり寝れた？はい。いいね。もうすやすや寝てたから。はい、昼でも朝なったんで、ちょっと朝ごはんをね、二、はい、人にちょっと作ってもらおうかなと思って、はい、今日はちょっとホットサンドやったやってもらおうと思います。じゃあちょっと、まず最初個人で作ってもらうんですけど、うん、僕はサポート役で最初やりたいと思います。お願いします。じゃあここでまずパン出して。2枚ですよね。2枚。ハムにチーズを挟む感じでいく。うん、普段ホットサンドはあんまり作らないから。あんま作んないっすね。普通のトーストとかが多い。はい。でもあれ、うん、時々コジ食べたいって言って食べる。ホットサンド？うん。美味しいもんな、ホットサンド。今回これキャンプ用のホットサンドね、メーカーでダブルでいくか。そう。挟んで、うん、いいんじゃない？よし、挟めるか。いいぞ。引っ掛けて。そう。引っ掛けて。いけ。グッと挟んで。思いっきり。やろうか。この下の金具をつけて。いくよ。できました。もうちょっと弱くかな。火がはみ出ない。あ、いいね。それでこじ裏返したりしてパンが焦げないように作ってください。こっからはちょっとね、はい、時間の戦いで、そうですね、こじがどれだけうまくできるか、うん、じゃあこじが焼いてる間に、うん、ちょっと僕も作っちゃおうかなって。あ、いいね、はい、いい匂いしてきたじゃん、コジ。こんぐらいでいいか。パンが焦げないように。はい。じゃあ僕はやっていっちゃいますね、うん。まあちょっと見ててくださいよ。なるほどね。よく家でパンを作るんでね。うん。確かに、がいいもんな。僕はもうチーズハム、チーズハムでいきます。どうなってるかな。もうちょっとね、焼いていきたいと。はい、思います、はい、今ね、いい感じにできたということで、はいはい、ちょっと見せてください。うわー、いい感じじゃん。いい感じの焼け目になってるね。じゃあ今ね、ちょっと当時のやつを、まあ、焼いてるのを待ってる間に、コジのさっき作ったこのホットサンドを半分に切ってもらいたいと思います、はい、ちょっとここの包丁はね、やっぱ大人に見てもらった方がいいかなと思って、僕がカメラマンやってます。ありがとう。あ、いいね、じゃあナイスナイス。いけた。よし、じゃあホジ。わー、ホジ見せてあげて。ホジちょっと断面を見せてください。うわー、いいね。最高ですよ。最高最高。これ大成功じゃない、ホジ。はい。いけた。いけました。よし。よっしゃー。うわ、最高だこれ。うわ、うまそう。あ、いいね。はい。チーズとハムの感じが。それでは完成でーす。ありがとうございます。はい、というわけで全員、はい、ホットサンド完成しました。完成しました。いいね。じゃあちょっとみんなで、はい、朝飯食べていくか。はい、じゃあ、うん、せーのがさん、はい、いただきます。どう？
自分で作ったホットサンドは。うまっ。うまいね。うまい。めっちゃおいしいです。うん。しっかり焼けてる？はい。いいね。で、僕チーズとハム二重にしたんで。あ、そっか。めっちゃうまいです。ボリュームが全然違うんだ。はい。コジはどうですか？めっちゃうまい。めっちゃうまい。いいね。朝飯っていいね、やっぱりこうやってみんなで作るってね。そうですね。うん、上手にできてる。はい、最高だね、もう最高っすね。うん、あっという間だったな、なんか。そうですね。うん、帰んなきゃ、帰る飯食ったら帰んなきゃ。あ、そっか。うん、そうだよ、早すぎるね、ちょっとね。早いっすね。うん、しっかりこれ食べて、はい、ちょっと帰りの支度して、はい、入手しましょうか。はい、はい、というわけで、はい、まあ、あっという間の、はい、まあ、時間でしたけども、はい、2人はちょっと中野さん家、今日はあの泊まりに来て、はい、どうでした？すごい楽しかったです。楽しかった。はい、いや中野さんもね、めちゃくちゃやっぱもう来る前からワクワクしてたし、はい、やっぱ楽しいね、やっぱり。また泊まりしてくださいよ。ありがとう。ぜひぜひぜひ。ちょっとね、はい、この家かどうかわかんないけど、はい、また新しい家とか昨日の夜ご飯の時も話したんだけど、はい、あの釣りとかね。そうですね。アウトドアとかね、はい、もうまたできたら楽しいなと。そうですね、思いますね。はい、まあやっぱりチーム抜けちゃったんですけど、うん、これから自分の夢を目指して頑張ってください。ありがとう、ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。はい、はいはい、最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。